ベンジャミン・ユージーン・ベンクエール、英語、ベンジャミン・ユージーン・ベンクエール、1976年11月5日大は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、実業家。現在は、アリゾナ州フェニックス在住。1976年、インディアナ州フォートウェインに生まれる。父は、元合衆国副大統領のダンクエール、母は弁護士のマリリンクエール。 三人兄弟の次男で、父団が会員選を戦っている際に生まれた。長寿で、デューク大学に進み、文学志望を取得。その後、バンダービルと大学ロースクールに進んで、法学を学び、卒業後は弁護士の職に就いた。現職議員の引退に伴い、クエールは2010年2月に会員選出馬を表明。クエールが出馬したアリゾナ3区は、 11人が出馬する全米切手の激戦区だったが、マイク・ペンス会議員らの指示を受け、8月に行われた予備選を制した。予選を買って、同年11月の中間選挙でも勝利し、34歳で会議員に当選した。また、ティファニー夫人と同年に結婚している。 議員としては2012年2月にナショナルジャーナルから最も保守的と評された10人の会議員の一人となる。2012年は区割り変更によりアリゾナロックからの出馬を目指したが共和党の予備選で他の現職新人議員に敗れ再選は果たせなかった。ありがとうございます。